始めています。まもなく2連勝と勝ち越しを決めとる。横浜3連戦の3回戦。今日の相手のキャッチャーは伊藤光。そしてピッチャーは浜口春弘。また触んで嫌だな。走りにくいな。ちなみに雨だし。どうぞよろしくお願いします。最初の出塁は、3回、なんとスリーベース。三塁だと何もできないからつまらないな。ツーアウトだし。そうですね。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライでこの出番は終了。雨で濡れてる浜口選手がリアル。ご覧いただきましょう。次の出塁は6回。見せどころの多い1塁。右ピッチャーに変わってないかな。あ、変わってない。さっきは取られはしましたけど、牽制という大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。牽制、期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制、セーフ。4球連続牽制はないだろうな。これが1球目。本当になかった。キャッチャー送球してセーフ。 OK スタートだけど決めれた。この点差で三盗はしない。糸井選手のこの打球は、起きたー。回れー。よっしゃー。こういう少し落ちるか落ちないか、微妙な当たりで、ホームに生還できるのは嬉しい。しかも、もし取られてたとしても、多分二塁に戻れてたし。裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。ここで得点が入りました。でもこのリプレイ見たら、全然余裕で落ちてたね。まあ帰れたし、よし。そう。その後出塁はなく、4対10では敗戦。横浜打線が大爆発したね。16安打ってえぐいよ。でもこのカード勝ち越したからよし。こういう負けの方が、気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がします。今日はここまで。現在の盗塁数はこのようになっています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。